こんにちは、平山茂です。今日は7月19日月曜日でございます。現在時刻は2時40分ですね。皆様本日も一日休み明けお疲れ様でした。お疲れ様です。ようこそ月曜日へ、そしてようこそ平山茂の地球見聞録へ。ありがとうございます。見てくれてありがとうございます。さあ、なんといっても今日はロト6でございます。ロト6、私毎週ですね、月曜日ロト6を5口買っております。そしてもし1000万円以上の高額当選があった場合は、見ている皆様にプレゼントが発動いたします。ということで、まあ、詳しくは、概要欄の方に、そんなに詳しくないですが書いてありますので、ぜひ参考にしてください。手渡しに行きます。もし当たった場合は手渡しで皆様にプレゼントを渡しに行きます。さあ、今日はね、1604回、7月19日抽選、当たりますよ。これは当たります、当たりますから、ぜひお楽しみに最後まで見てください。大丈夫ですからね、大丈夫、大丈夫ですよ。あなたは大丈夫、大丈夫だから、大丈夫。では発表に参りたいと思います。では発表です。いきます。1604回、7月19日抽選、なんと本日1等3億が4口出ております。ありがとうございます。皆様ありがとうございます。いただきました。それでは発表でございます。一気に見ます。一気に、ちょっと当たりはこちらにノートに書いております。さあ見ます。12、21、23、36、37、38、ボーナスが6、36、37、38、はい、結果出ました。大外れです。すいません、よくて2個でした。5等も取れませんでした。申し訳ございません。また来週月曜日楽しみにしててください。今夜はありがとうございました。結果はもう出てると思いますが、大丈夫、大丈夫。ではまた明日お会いしましょう。平山茂でした。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい、おやすみなさい。